どうもカゲヤンです今日はですね情報が整うということについてお話ししたいと思います、えー、ま近、あ、況報告といいますか昨日ですね あのー、ちょっと、えー、考えたことというかいつも僕は週5日のね、えー、食事改善をして週2日チートデーをするっていうことをしてるんですけどもこれ正月明けの流れでですねちょっとね自分の胃が大きくなってしまっててですねえー、と晩ご飯を梅干しとらっきょだけにしようと思ってたんですがちょっとね、えー、難しいとか自分の中で無理しないでおこうと思ったんで。 えーまあ、仕事もあるんでしっかり睡眠も取りたかったんで昨日がねなかなか寝れなかった昨日今日の今日の朝にはこう寝れた昨日の晩から今日の朝に関してはぐっすり寝れたんですけどもその前の時ねだから昨日の朝起きた時の睡眠がかなり悪い状態やって、えー、これはちょっとこれは体調をまず優先させようということで、えー、晩ご飯を普通に食べる形をとりました昨日はねほんで、えー、ぐっすり寝れてるんですけどもちょっとその。 年末年始の休みのその暴飲暴食というかそういう形をとって胃袋が大きくなってる状態で急にね食事をこう全然取らない状態を取った時になかなかこう睡眠がスーッとこううまくこう取れないえしっかりと睡眠が取れない状態にちょっと一日なって でそれで仕事をするとなかなかこうちょっと大変というか、えー、まず仕事優先というか体調優先させていただくということで、えー、晩ご飯も普通に食べる、えー、形を取らせていただきます。ただまあ、今日の晩はちょっと 減らすすかももしれないですけどもただそれで、えー、まあ、水木とチートで終わって金曜日からまたしっかりとこう絞っていく形を取ろうかなとほんでそのまあまあその多分太ってると思うんですね体重増えてると思うんですけどそこから、えー、まず今年の、えー、スタートと、えー、まあ、75キロやったら75キロというまだ測って と測るんかな。明日測るんで分かるんですけどもそこからこう1年をスタートさせてで目標決めた目標に向かっていくという形を取ろうというふうに思っております。でえー、っとまあ今日のその「整う」ことですね。えっと何やったかなあ環境が整うですね環境が整うということなんですけども。 まずその人間関係が整うことになってくる。その環境が整って大きく見てたいろんな環境が整っているということを最近僕は感じるんですけども、まあ、人間関係が整うということですね。でいろいろねこう自分僕はね結構こう。 積極的にというかこう人間関係を最初いろいろと取っていく形を取るんですけどもそこでねこう相手がまあ取捨選択というか例えば返事が返ってこなかったりとかですねえまあ連絡が取れないとかあと積極的にこう返してきてくれるとかいろんなこう反応があるその反応を見てですねえそこからこう自分の人間関係を整理していくとですねえしっかりとこう整ってくる。 人間関係が整ってくるとでこっちの気持ちも一応大事にはするんですけども相手の気持ちを大切にしてですね相手がこうまあ言うたらこう。 連絡を取取らない状態ででるるんであれば、こっちも遠ざかる形で。相手が積極的にこっちにこう絡んでくるというか、えー、まあまあバーベキューしましょうとかいろいろこうね言ってきてくれる人がおられるんでそういう方とはこう人間関係を続けていこうかなとそれとですね、えー、身近なもので言うとやっぱりその大切な人というかその人間関係がこう、えー、しっかりと積み上げていこうという人とはこう,うまくいってい。 ている状態でこの状態をこう続けていきたいなというふうに思ってます。いろいろ人間関係が変わっていく可能性はあるんですけども、今だからすごく整理されててこうわかりやすいですよね。その付き合う人間というかそういうのと。 あとこれとは別に自分がこう会いたいと思う人間に対してはこう積極的にこうアプローチしていこうかなというような形でこう必要な人間は今人間関係っていうのは今こうすごく整ってきてこういろんなこうアプローチをすることによってこういろんなことが分かってくるんやなと。で一旦こう距離を置いた人間からまたこう連絡が来たりしたとした時はちょっとねその僕そこはね僕がその時に。 え前僕からこう距離を置いたわけじゃないのに、えー、相手から距離を置いた場合っていうのは僕ももうそこからまた連絡が来てもですねよっぽどじゃないとそのもう一回こう人間関係を作り直そうとはなかなか思わないのでですねそこはもう申し訳ないけど遠ざかるというか、えー、そういう形でまず何かで縁があってこう、えー、近づくことがあればまた。 逃げ書きを作り直すかもしれないですけども今はちょっとこうね今自分の、えー、状態今の環境というかそういうものがいい状態なんでそれをこう続けていくという形をこう取らせていただくということですねで情報が整うまずね環境が整う中で情報が整うっていうところで最初はねもう情報型的に僕いろんな情報をこう入れるような形を取ろうとしてこう、まあ、なかなかこうね えー、睡眠がうまくいかないぐらいこう動,画早め早早動画を早くして動画を早くしてみたりとかして。 あといろいろとこう入れてたんですけどだん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 ねその自分にとってこう必要なものとかそうでもないそれで興味がある面白いと思うものとかそういうものがいろいろこう成立されてきてその情報の環境も整ってきている状態ほで新たに加える時にはあこれやなっていうのがうまいことこう何かによってこう、えー、触れることができてそこからこう情報を取ることができているから今かなり整理されているそれでもまだ多いんですけども情報をと 持ってる量はちょっと、えー、もうちょっとね僕が自分でいろいろ考えることただねでやっぱりでもインプットも必要なんでインプットはやっぱりインプットとアウトプットと、うん、この辺を、えー、本当はこうアウトプットの量を増やせって言わはるんですけどやっぱりインプットも必要やと思うんで。 やっぱり、ね、ううそれとですね自分がこう必要なもの必要な情報でも何でもそうなんですけども必要なものっていうのが結構ね、えー、もう周りに揃ってるような感じもします、えー、だからもうすでにその欲しい本がもう自分のもう以前に買ってるともう一回勉強し直すときにその本はもうすでにあるっていう状態であったりとかですね、えー、こういうい お店に行きたいなと思ったりそういうことを思ってるとですねもうすでにねこの瀬田の土地にあったりとかですね、えーまあ、滋賀県にあったりとか、えー、いうことであるとかそういうことがありますねその自分が興味持ってこういうところへこう行ってみたいとかそれをこう見てみたいとかいうのがもうすでに揃ってるんかなとで周りを見ましたらもう大体なんか揃ってる形ですよねで新たに何か、えー、いろいろとこう やりに行くんではなくて周りをしっかり見るとね、しっかりとそういうもんが揃っているという形になってるかなというふうに感じます。ということでね、えー、僕はその環境がもう結構整ってるんやなということをこう非常に感が感じますね。その人間関係にしてもですね、えー、ま情報にしても、その周りの環境にしても何でもね、ある程度揃った状態になってると。 こうと、いろで回りだしてですねまた一歩進むときはその環境自体をも、えー、変えてしまう状態に持っていかないといけないんだろうなというふうなことは自分の中で予想しているんでまだその環境を変えるところの状態ではなくて環境を整えて、えー、しっかりと活動していく段階ではあると思います。 1、2年、2年ぐらいはそういう感じかなと。でそこからまたちょっと飛躍させるためには、また環境を変えていく必要があるかなというふうに考えております。ということで今日は、えー、環境が整うについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃーでいきましょう。どうもありがとうございます。